アイオナ修道院アイオナ修道院は、スコットランド西方会場に浮かぶ、インナーヘブリディーズ諸島のアイオナ島にあった中世、ケルト教会の修道院。中世前期のキリスト教府教の中心地であった。アイルランドの守護聖人の一人であるセイコルンバが563年にアイルランドから亡命して創建した。セイコルンバやその弟子たちはこの島から、スコットランドや西ヨーロッパに、 キリスト教伝道を行い、中世ケルト教会では最も格式の高い修道院であった。また、キリスト教に敬した初期のスコットランド賞の埋葬地でもあった。三大ケルト装飾写本の一つとして有名なケルズの書はアイオナ修道院で制作され、後にアイルランドのケルズに移されたとされる。世界で最も美しい書とされるケルズの書は現在、 ダブリン大学トリニティカレッジ博物館が所蔵している。聖コルンバ時代の修道院は木造であったが、バイキングの旅重なる襲撃を受けて衰えた。その後1200年頃、ベネディクト会修道院として再建され、近代には廃墟となっていたが、有志の手で修復が行われた。アイオナ島は正常な自然の美しさで知られ、現代ケルト教会発祥の地ともなった。 ありがとうございます。